どうも、テルエモンです。今日なんですけども、Fusion360 でお城をちょっと作ってみたいと思います。まあ、日本のお城ですね。で、本当に簡略的なものちょっとなりますが、ちょっと作ってみたいと思います。はい。まずはお城を上から見た形ですね。ちょっと書いていきたいと思います。そうですね。ちょっと正方形の方が作りやすいので、ちょっと正方形でちょっと今回書かせていただきたいと思います。100ぐらいでいきましょうかね。はい。で、押し出していきます。25ぐらいでいきましょうか。はい。あ、これ今、お城の1階ですね。の部分をちょっと作りましょう。次、屋根をちょっと作っていきたいと思います。今度はこの面に、上の面にスケッチしていきます。オフセットで作りますか。オフセットでこちらの輪郭から10ぐらいですかね。もうちょっとあってもよかったかな。10、20。はい。で、こちらで少し押し出していきます。こちらとこちらで。ここは少しぐらいですね。3ぐらいかな。新規ボディで、ちょっとここぐらいにしました。まあ、イラスト的な感じで作っていきますので、こんな感じですかね。で、ここからですね、オフセット平面を使って、この面から25かな。ちょっと一回25でやってみます。で、スケッチでこちらの面に、オフセット。それには面を中心しなきゃいけないですね。中心の長方形を使って、寸法入れてみるか。こちらとこちらで、20。こちらとこちらも20。はい。で、スケッチ終了します。で、押し出しで25。まあ、新規盛りですね。はい。ちょっとできるかどうか最初試してね。で、ロフトで、まあ、屋根ですね。こことここの面をつなぎます。で、こう、単純な三角だとあまり面白みがないので、接線連続にちょっとしてみます。よいしょ。で、ウェイトを 0.5 ぐらい、2にすると、こうなりますよね。0.3 かな。で、すみません、新規にします。はい。で、ここで、ちょっともっと内側に入れなきゃだめですね。すみません。この20じゃないですね。この、さっきと同じ高さになったので、そしたらワイヤーフレームにして、こうですね。これよりも小さくしたらいいですね。なので、これとこれで15ぐらいですかね。どうだ。よいしょ。ちょっとイメージ、皆さん見てる方がイメージつかないと思う。ちょっと色を変えてみます。外観。そのペイントのとこでいきますか。屋根緑で、ここ黄色にしてみますか。で、ここはグー、まあ、灰色。ちょっと肌色っぽくした方がいいかな。ちょっと黄色の、こんな感じですか。もうちょっとこう、濃い感じかな。よいしょ。ちょっと色調整しました。ちょっとイメージわかりますか？レンダリング。はい。こんな感じでちょっと作ってみています。ここがあれかな？もうちょっと、ちょっと正面見ますね。もうちょっと高さなくてもいいのか。ちょっとこちらの、オフセット平面を20ぐらいにしますか。はい。もう一段ちょっと作ってみて調整をちょっとしてみたいと思います。屋根がちょっと大きいかな。こっちかな。
ここを15ぐらいにちょっとしてみます。で、これ自体も10とかにしますか。ちょっとあんまり小さす、あんまり段差なくてもいいかもしれません。こんな感じで、ちょっともう一段ちょっと作ってみます。で、スケッチしていきます。セットでもよかったか。もしね、オフセットでいきます。10くらいですか。はい。スケッシュルします。押し出しで、こちらの面を、5くらいですかね。で、新規ボディ。5はなんか多すぎますか。ちょっと3くらいにしましょう。で、こちらも3くらい。よいしょ。はい。で、ちょっとまあ、先に色つけますか。これ削除じゃなくて、アイコンです。キーボードの A ボタンで、ショートカットキー割り当てられてますんで、よいしょ。はい。で、オフセット平面で、一回この面から、同じかな ?20。はい。で、こちら面にスケッチで、四角を書いていきます。で、寸法で、この上より、10ぐらいですかね。そこにちょっとバランスを見ながらサイズを確認していきます。はい。で、表示を戻します。押し出しで、20。25でずっと来てるんですね。うん。同じですか?同じ25でいいです。25。ちょっと一回やってみますか。で、色をつけますと。どっちか。はい。で、ロフトで屋根を作っていきます。こちらとこちら。新規ボディ。で、こちらを接線的にして、0.3 ぐらいか。接線ウェイトですね。このウェイトを上げることで、ここのカーブが変わってきて、ここに線を自分で書いてもいいんですけど、今回この接線ウェイトで、ちょっと調整してきました。光沢があると変かな。よいしょ。で、ちょっとレンダリングの方見てみます。ここの境がちょっとあれですかね、もしかして。この一段何かあればそれっぽく見えますかね、どうだろう。まあ、一旦このままちょっと進めていきますか。で、上の部分ですね。ここの屋根の部分をちょっとどうしていくかっていうところなんですけれども。はい、ちょっと、どうしようかな。もうちょっと横から見たときをちょっと考えますか。こちらの側面にスケッチ入りまして、なんとなくちょっとイメージを描いていきますか。ここから、こんな感じですよね。で、寸法をつけて、ここからここのはみ出る部分を10ぐらいにしますか。ちょっと対称補足をつけます。この真ん中に線を描きまして、対称でこちらとこちらが、この線で対称ですね。はい。この点とここの距離が、していきますか。で、こちらがコンサクション線と。一旦これで押し出してみますか。そっか、その前にここにもう一段あった方がよかったんですね。ここにちょっとスケッチ書いていきます。
黄色いやつですね。画像と、頭の統一で撮れるかと思うので、ちょっと書きます。あ、ごめんなさい、オフセットでやばかったですね。ここの面、今、に書いてるので、線がここにあるので。で、中か。5ぐらいでもいいのかな、中。ちょうど三角と合うのか、そうすると。よかった。3か。で、新規ボディ。です。ここの面に書かなきゃいけないんです。この面からこう3個書かなきゃいけないんですね。なので、最初から少しと機械消します。すいません。で、こちらを書いて。もうちょっと少なめ、少なめでいいかな。5ぐらいにしましょうか。こんな感じですね。で、ここの側面に、スケッチで、ちょっと書いておきましょう。で、ここ、はみ出なくていいのかな？はみ出ずにこうかな。はい。これはコンストラクションを線にして対象。位置をつけておきますか。よいしょ。はい。で、寸法。これ2本になっちゃってるんですね。よいしょ。20かな。で、ちょっと一回やってみましょうか。で、押し出しで。新規ボディで。オブジェクトでこの面までと。で、こっちから見たときちょっと斜めにして、こっちの後でカットしていきたいと思いますね。一旦これで、まず色をつけますか。よいしょ。はい。で、ちょっと正面から見た時のスケッチを描いていきますね。ちょっとロフトとかで目がかかったかもしれないですね。で、オブジェクトを投影ですかね。この、まあ、面と面でしてやりますか。はい。で、投影させました。こういった線ですね。で、これで、こう斜めにちょっとカットするラインを描きますか。角度。45度だと結構大きいですかね。30度ぐらいですかね。はい。で、これを反対側にもミラー、これでしてますか。で、これでカットできると思うので、押し出しで。選びづらいときは、左ボタン長押しで。で、プロファイルになきます。こちらも左ボタン長押しで、プロファイルですね。スケッチ書いたもの、これプロファイル、閉じたものプロファイルっていう名前になるので、プロファイルを選んでいきます。で、ここでこうカットすると斜めになるかなと思うので、対象で全て。で、OK ですかね。で、こんな感じですか。三角の大きさをもうちょっと低くてもいいでしょう。はい。もうちょいやってみようか。18。こんなとこですかね。ちょっとこれがよりちょっと濃くしていきたいなとは思います。で、そのスケッチでこの面に対して、これを一回投影するか。オフセットで、ちょっと何やりたいか、後で分かってくるかと思います。で、押し出して、あ、そっか、で、そっか、開始位置。
方面からでこうカットか。マイナス3。そして切り取ります。はい。で、なんとなくここはちょっと外観で、面かなにして、ここをして色を変えていきます。はい。同じことを、このフィーチャーをミラーしていきます。で、面で反対側に。がないかな、ちょっと待ってくださいね。同一かな、同一ってあるとこ、こちら同じ形状って形で調整ってやりますと、先ほど行ったこの面、このオブ、押し出しのこの、選んだオブジェクトとかまでこう、引き継がれますので、同一という風にすると、形状の形ですね、をこう複製するっていう形ですかね。こっちの調整等だと、この面を、の設定をこう維持したままこう行ったりしようとかするので、そこを変えましたという形ですね。エラーでできなかったので。はい。で、ここパイプとかでもかな、ちょっとパイプで、こちらのエッジを選択して、新規ボディで、顔面サイズ3ぐらいにしますか。こう、ちょっと大きめにいってみますか。で、これ緑か。四角の方が良かったかな。こんな感じにして、ちょっと細かいところを作ろうとしていってます。交差で。よいしょ。で、スプラインにしますかね。このちょうど中点、ちょっとわかりますかね。見づらい。三角のマークで、中点なので。なんでしょう、こう。ここにちょっと飾りをちょっと、飾りというか、ちょっとこう。ロフトとかで、何かこう、いい感じのちょっと作ってみたいと思います。よいしょ。濃くですね、見えるかなと思うんで。で、ロフトでこの面とこの点。中心線でこちら。で、新規ボディか。まあ、あんまり尖ってても危ないかなってとこありますけど。接続いいか。はい。まあ、こういう作り方もあるし、ちょっと一旦こちらちょっとスケッチ表示にして、ちょっともう一個スケッチ別でちょっと作っていきますか。スケッチ作成で、最初の平面ですね。もう一つ別のパターンも作っていきたいと思います。交差で。押し出しとかでもいいですかね。もしかすると。でも、ここのも、ここも丸にしちゃったかな。四角だとやりやすかったかな。そっか。ちょっとすいません、変えて。そっか。ここのラインも書きますか。自分でコントロールするように。自分でちょっと書きましたと。はい。で、これで金さっきと同じなんですけども、ロフトで外側のラインを結ぶ感じですね。で、レールとしてこの外側を選んでいきます。はい。で、新規ボディ。で、OK と。で、これをちょっとこう、飾り的にちょっと色をつけていったら、まあ、より白っぽく見えてくるかなと思ったんですけども。メタルで、
銀。ちょっとスケッチは表示して、ちょっと形を変えていきますか。調整していきますとですね、ちょっとミラーしちゃいます、今回ここで。ちょっとあまり時間をかけてお見せしてもらって、まあ、調整は今のようにしていくという形ですね。で、ミラーで反対側にもコピーしていきます。はい。ちょっと一回保存させてください。結構時間かかっちゃいましたね。後ろと。これもちょっと、はみ出た方がいいのかしら。グレースプールで今回ちょっと少し。グレースプールで、一個ずつじゃないとダメか。新規オフセットで、ちょっとここ広げますね。1ミリとかちょっと大きくなった方がいいです。他のところもか。少し段差あった方が良かったかもしれないですね。だからここロフト書くともう一個四角書いてあげた方が良かったかもしれないですね。なんとなくここぴったりっていうよりかは少し段差あった方がよりっぽく見えるか。なので今回ちょっとプレスプールでちょっと出しちゃいますけど。もうちょっと足してもいいかな。ちょっと極端に2ミリぐらい下の方。こうですかね。はい、新規プレの、新規オフセットですね。の方を使ってます。フィーチャー編集ではなくて、フィーチャー修正ではなくて、新規で形状を足していくと。はい。ちょっとレンダリングを行ってみますか。ちょっと高さのバランスどうですかね。もうちょっとここ低くてもよかったかな。特にこの部分ですか。この部分クリックします。クリックするとここにですね、ちょんちょんちょんついてくるので、ちょっと22ぐらいにしてみますか。はい。で、ちょっと扉があった方が、なんとですか、こう、窓みたいなのがあった方がちょっと濃く見えるような気が私してましたので、ちょっと扉をつけてみたいと思います。ちょっとざっくりとですね、行くんですけれども。ちょっとイメージはこんな感じですね。これちょっと寸法つけてった方がいいんですけど、ちょっとイメージだけ。そうだな。真ん中に作ってあげて、そこからいくつでやっていかないと、あれかな。ちょっとちゃんとやっていきますか。ごめんなさい。ちょっとここ、一回まず真ん中に合わせるって一回合わせていきます。で、対象で、こちらとこちらが対象ですと。で、こちらとこちらもこの線に対して対象。で、こちら外側も、これに対して対象と。はい。で、寸法はつけた方がいいか。一応。1.5 ぐらいか。こんな感じでいくと。幅をしてもいいかな。これと同じにするか。ちょっと手動で入れていきますね、ここは。はい。で、上を同じ 1.5 にしていきます。ちょっと後から変えれるようにしていきますか。まあ、こういったところをクリックすると同じ値が入りますけども。はい。この幅か。この最大の幅。
20ぐらいにしますか。よいしょ。20だと15ぐらいか。はい、ちょっと一回これ押し出してみます。すいません。ここで、コンサクション選手して、ね、選びやすい選手としていきます。で、押し出しで、ここと、ここはもう一気に同じでやっちゃいます。1。で、新規ボディ。で、ちょっと一回これ色変えちゃいますか。ちょっと同じこれにしますかでしょ。はい。で、ちょっと黒を入れたいので。そっか。先ほどちょっとスケッチを表示しまして、押し出して、こことここの面を、まあ 0.5 ぐらいですか。で、新規ボディで。で、ちょっと色を黒かな。ペイントの中にあるので使ったりをしちゃいます。で、ボディでこちらに。ちょっと面でもいいんですけども、分割して。ただそうすると、コピーがしづらいので。こうかな。で、ボディを見ていったときに、こちらを、形状パターンで、線の方向に一旦こうか。38とかか。はい。これらコピー、ミラーできるかな。持ってミラーできるかな。ミラー。D で。反対側にミラーしていきます。で、OK。はい。うん、あるとないとですね、ちょっとあった方が多く見えてくるかなと思います。で、これさらに、どの辺まで食べで、これらを、の正方形パターン、正方形にしたのは、これ円形状パターンがしやすくなるからですね。円形状パターンで一気にこう、作りやすくなるので、でないとまたこっちにもスケッチ書いてればですね、なるので。で、4と、やると全体にぐるっとこう一周するのに。で、これをこちらとこちらにもやっていくという感じですね。で、書いていくのが面倒なので、移動コピーで、コピーを作成で、10ぐらいかな。ここ距離中でした。この点と点で合わせるとかもできるんですけど、点作ってないので、これでちょっと作っていきます。よいしょ。はい。で、クケジョパターンで、ボディで、これを、ここを、これを選んで、はみ出ちゃうかな。このサイズ感だと。3者ぴったしか。ちょっとここのサイズを変えていきますか。こっちか、これか。12。これですかね。もうちょい下方がいいかと。この辺はちょっとざっくりできます。はい。で、ボディをコピーしていきますと。まあ、これ今コントロールキーを押しながら選んでいってますね。で、ミラー。で、OK。で、今、どの辺まで来ました。こ
この辺を、今度また円形状パターン。まあ、ここは作成ちょっとはこういうの簡単にしやすくするために最初、正方形からスタートさせてます。で、完全にやるんですね。まあ、手動でまたこっち側作っていってもいいんですけど、それをちょっとできるだけ簡略化したかったので、ここにコピーしやすくちょっと作っていってました。はい。で、残りこの上の部分ですね。3つ乗るのかな？ 3 つ一応ここにつくかな？この幅関係でいきますと。ちょっとレンダリング見てみます。扉みたいなのがついたことでちょっとよりお城っぽく見えるようにはなったような気がしますね。で、また移動ピーをちょっと使っていきます。で、こちら。ここでコピー作成チェックを入れて。45とか。まあ、ここはちょっと今回ちょっとざっくりの微調整でいきたいと思います。で、いくつ内側に入れたかなんですが、マイナス10か。まあ、さっきのオフセット量をこううまく計算式使って行ってもいいところかなとは思うんですが、今回これでちょっとやっていきます。で、クッケーショパターンかな、ここも。まあ、色コピーでもいいかなと思うんですけど、1個とかであれば。コピー作成で横にずらす、1個ずらすだけであれば。18とか。ミラーで、ボディ。で、こちら。を、この辺面上で、コピーと。で、この辺を、また円形状パターンですね。軸ですね。軸なので、こちら。で、4。で、ちょっと白っぽく見えるようになったんじゃないでしょうかと。なんか、ここの部分おかしくなってます。そうか、高さを変えたときにですね。スケッチを表示して調整します。すいません、ボディがいっぱい出てきました、ね。よいしょ。ここか。これちょっとおかしくなってますね。はい。ちょっとこの調整し直して。で、レンダリング。ちょっと緑の在外観を、タイルっぽいのありましたっけ。まあ、ここにちょっとまたですね、こう溝みたいなのをこう作っていってもいいですけど、もうさらに時間がかかりそうなので、石。これ色変えれるんだった。これちょっと別なのに使うか。木材。なんとか緑の方がいいんだよな。緑を、よいしょ。少し反射を抑えてあげて、ちょっともうちょっと濃い感じにすると、また色、雰囲気変わってきますか。だいぶ変わりました。はい。上のところは、いいか、これで。まあ、色ちょっと別のもありかなと思ったんですけど。はい。で、これだとちょっとまだ、白っぽく見えて、下に石垣みたいなの欲しいですよね。ちょっとそれを作ってみたいと思います。ちょっとですね、だいぶ時間がかかると思うんですけども、まあ、できるだけちょっと簡略化して、ちょっと作っていきたいとは思ってましたので、屋根と同じかな。これちょっと大きめかな。
よいしょ。で、押し出しで、こちらとこちら。石垣ちょっと作っていきます。で、勾配をちょっとつけていった方がいいかなと思うので。はい。ちょっと大きかったっすね。下。もうちょっと小さめでも伝わるといいのかもしれないです。はい。ちょっとまあ、こちら1個にしてるので、こちらの数値を変えると、こっちも変わるようになってます。ちょっと1回10でやってみましょう。うん。まだこの方いいですか。で、グリッド。この下に合わせるようにします。はい。あ、これでもいいかな。で、これにさっきの石垣を、こうか。これでも、悪くはないですかね。まあ、でもちょっと下ですね。ちょっと石垣っぽくしたかった部分がありまして。ちょっとやってみますか。これ非常にちょっと動画としてすごい時間かかりそうなとこなんですけれども。ちょっと何をやりたいかだけちょっとお伝えしますね。この面でいいかな。この面に垂直でカットしてくれいいかな。そう、正面に書いておいいか。一回ちょっと正面に書いていきますね。同じか。ちょっとすみません。ちょっと戻ります。この面に直接ちょっと書いてみます。ちょっと石垣みたいのをちょっと適当にこう、作ろうかなと思ってまして、なんて言うんでしょうね。ちょっとこんな感じで、ちょっとラフにすごい行きます。よいしょ。やってることがある程度はお分かりになるようにちょっとやっていきたいなと思うんですけど、ね、よいしょ、ちょっと適当に。ちょっとアドインとか使った方がよくいいかな。よいしょ、よいしょ。こんな感じか。で、少し印します。こういったやつ、模様をちょっとつけてみたいなと思ってまして、で、パイプで、もうちょっと正方形で断面サイズ2ぐらいでいいか。ちょっと選んでいけるか。これちょっと1個ずつ選ばないとダメか。ぐるっていけないか。でも選べなくなったかな。重なってるとダメか。枝分かれ無理か。ちょっとここで1個ずつやっていかなきゃダメか。大変だか。で、ちょっとパイプやっていく。これパイプでやっていくとこうなるのか。で、正方形って言ってもこうなってますね。ちょっとなので。受けの方がいいかな。この辺。もしかすると。ちょっと彫り込みちょっと入れてみたいっていうだけだったので、
ラーメン少ないところがある。円形で。そうですね、これだいぶちょっと地道な作業になりますね。これちょっと編集いかなきゃだろうか。ちょっと消して、ね、うん、ちょっとここ飛ばす動画飛ばしますかね。ちょっと早送りか何かでちょっと見てる方大変かと思うので、ちょっとここ消すか。ちょっとエラーなりますね。なんでだろう。ああ、ちゃんとくっついてないのか。ここが、なんかおかしいことになってます。で、こうか。線が重なってました。で、石垣をちょっと実際作ったらよりいいかなというふうにちょっと思ったんですけど、これちょっとやっていくとちょっと非常に大変です。これ、ちょっと後で下に土台を作りますか。一気にできるだけでいきますか。よいしょ。パイプ。非常に思ったよりちょっと大変な作業でしたね。パイプで。押し出しカット、薄い押し出しカットの方が楽か。もしくはパイプである。ちょっと次こっちの面でやるとき、ちょっと別な方法でちょっとやってみたいと思います。これパイプでやってたらちょっと大変ですね。押し出しの薄い押し出しでやるとなんかできそうな気がしてきました。まあ、その辺に単なるこうオペレーションなので、別に気にしなければ気にしないで、ただ黙々と作業するだけなのですけれども、はい、あ、で、そうか、このコマンド自体も続けられるけど右クリックから選べるのでそっちが方がいいかもしれないですね。はい、ここ線行き過ぎちゃうんだ。まあ、足張りの部分はちょっと微妙になっちゃってるところもありますね。角度を直してあげればうまくいくかな。はい。ちょっとレンダリング見てみます。まあ、こんな感じですね。ちょっとやってきたかったなっていう部分がちょっと。あったんですけども、ちょっと見た目的にさて、こちらの面だけでもちょっとやってみますか。こちらにスケッチしまして、先ほどのスケッチ、あ、ここです。ちょっとこのポイント合わせたいので、プロジェクトでここのポイントを合わせれるように点を抽出しておきます。はい。で、こうですね。ちょっとすごいざっくりにしていきますか。非常にちょっと雑になってきてます。ちょっとささっとやってしまいたいですね。フィクスチャーを貼るという方が楽か。
ただ、水分台作るときにやっぱ少し段差あった方が僕は見えるので、ありかもしれないですね。すいません。これ白い点でくっついてないことなので、ここでちょっと合わせていきます。これ1個じゃ大きいか、さすがに。よいしょ。はい。これでちょっと押し出しでちょっとやってみていいですかね。こちらのスケッチを押し出しで、ペンを、線だけ選ばなきゃな。薄い押し出し。あ、ごめんなさい。先に薄い押し出しにしとこうか。薄い押し出しにして。面まで選んじゃってればダメか。薄い押し出しにして、この線たちだけを選びますか。ちょっと待って、押し出しにして、フィルター、プロファイルだからな、ダメか。こうか、こっちにしたときに、スケッチ曲線だけにするか。で、そうですね、曲線。で、外側はいらないので、この時押しながら外していきます。こっち表示させてた。もう一回いきます。薄い押し出しの選択フィルターをスケッチ曲線だけにして、こうですね。で、外側をこの時押しながら外していきます。で、一回で薄い押し出しにして、シュシュのマイナス1。で、壁の厚さ 0.5。エラーでダメか。やっぱ交差してるとかなんとかで、ダメか。新規もじゃできるか。まあ、交差してるとダメか。そうすれば、ま、ここパイプでやっていくしかないですけど、薄い押し出しパパっていけるかなと思ったんですけど、要は、これを、今こういう状態ですね。で、厚さを例えばこれで、2。あ、ごめんなさい。切り取りにしたかったです。切り取り。で、中心化。こんな感じでやると、いけるかなと思ったんですけど。これいけそうだな。どっかでエラーになったのかな。でも、かなり一気に選べるので、さっき一気にどっかの線がもしかしてエラーのとこあったんですかね。でもさっきのパイプよりはこの方が楽です。今コントロールキーを押しながら線を選択していっています。で、ここの境がちょっと丸と四角って別になるので、今これ四角でカットする形ですね。ちょっと境目が合わないっていう検証起きちゃいますが、ちょっとそれはしょうがないっていうことで、ちょっと今回はこれで。こちらの方が作成楽ですかね。よいしょ。よいしょ。オッケーと、はい。ちょっとここの境がおかしくなりますが、デリートキーとかでなんとかなるもの。ここだけちょっと先のパイプ使いますか。でもここ残るのか。うまく、一気につなげてやればいいのか。パイプで、これと、これを合わせて、カットしてあげればいいの。まあ、こう四角と丸がちょっと重なっちゃってるので、ちょっと変になっちゃってますが。うん。こちらも書いて一気にパイプとかで作ってあげれば、この境綺麗かもしれません。
よいしょ、パイプで、こちらとこちら一気につなげて、カットしていきます。よいしょ。はい。で、ちょっと待って、こっち円筒でやって、こっち四角で押し出しなので、ちょっと合わない部分ありますが、ちょっと今回はこれで、一個として進めていきたいと思います。はい。石垣をちょっと作ったという形ですね。で、正直この辺ちょっと微妙になっている部分があるので、この面にスケッチで、少し大きめの四角を書いてあげる。ちょっと時間もなくなってきたので、ここちょっとざっくりの寸法でいきます。ちょっとこれを少し一個上で、で、結合しちゃっていいかな。こんな感じで台をちょっと作ってあげますと。で、こちらもちょっと同じように、それスケッチで。ほんとちょっとでいいかもしれないですよね。すいません、ちょっとちゃんと見てなかった。こんな感じにして押し出し。結合。結合してこっちも一気に結合しちゃうので新規ボディか。で結合で後からこれとこれ結合と。対象になってないから、それぞれあれか。書いて時間かかりましたが、よいしょ。もうちょっと、あとやりますか。寸法で、本当にちょこっとだけ。で、こちらも、寸法で、とか左右対称になってないから、よいしょ、はい。すいません、1時間ぐらいになりました。ちょっとこんな感じで完成したいとは思うんですが、まあ、よく言えば下の石垣のところをここだとダメですね。どっちかだろうな。ちょっと待ってくださいね。これこうかで欲しいか。の面の方ね、ただこの溝に面に色当てていくの大変なので、この方いいかな。さっきまでもいいか。ちょっとこうした方がよりこう、輪郭がはっきり出ていいかなという形で思ったんですけども、ちょっと色当てが非常に細かいところになりますけどね。よいしょ。この方いいかなぁ、なんとなく。ちょっと色当てが大変ですが、トラックドロップが。まぁ、あ、ちょっと、色当てしたら、すいません、動画終わりにしたいと思います。よいしょ。はい、その一度非常にちょっと雑でしたが、もうちょっと丁寧ですね。時間があれば、作りたかったかなっていうところがありますね。よいしょ。はい。
よし、保存を押して、これでまあ完成にちょっと今回はしたいと思います。あとこの屋根とかですね、もうちょっとこう、模様なんかつけていってもいいかなっていうところがあるんですけど、ちょっと一応さらっとだけやっていきますか。例えばこう、なんでしょう、線をこう書いてあげて、よし、ここの斜めいらない。よし、ちょっとざっくりできますね。円分割でいっちゃうかな。遠絵か。ちょっと一回適当にちょっと目入ります。サーフェスに投影で、この面に対して、こちらのスケッチ、今書いたものを、で、ベクトル方向に沿ってで、こうかな。投影させます。で、スケッチ終了していきます。で、ここに閉じたパイプとかを使って一気にいけるか。一本ずつかな。新規ボディ。か、ちょっともうちょっと小さくてもいいかな。イメージはですね。イメージは、こんな感じでパイプで作ってあげて模様なんかを入れていってもいいかなっていうのはちょっと思ってたとこなんですけども、ちょっと1時間ぐらいちょっと体力的にちょっと疲れてきてるのもあるので、あと皆さんの見てるのも大変かと思うので、まあこういうのをちょっともうたくさんバーって作っていってあげてもいいかなっていうのはちょっと思うとこですね。よりこう。ちょっと見出していきますか。よいしょ。そうですよね。で、今回正方形で作ってるので、すごい数のボディになりましたね。この5つか。6つか。まあ、ここ連携上でやれるので、形状パターンで、4つと。ってやると割と、こう、簡単にいけますよね。で、レンダリングと。はい。まあ、金型上とかも作っていってもいいかなとかあるんですけども。まあ、動画の箱で以上にしたいと思います。はい。本当に長時間にわたりご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。